ほい、どうもこんです。ということで今回はガツマッチ動画なのですが、ナヨイノータ対ナヤクラリオンというなかなか見ないマッチアップでの収録ですね。正直相性差というのがなかなか分かりにくいマッチアップなのですが、ウィノータの強み、そしてクラリオンの強み双方出ているので、どちらかのデッキに興味がある方にはおすすめの動画ですね。今回は早々の調停がメインに入ったリストを回しているのですが、結構このカードね、ウィノータと相性が良くておすすめですね。特にマグダを登場させることで、殴らなくてもマナカ増やせるということで、この発想は面白いなと思いました。はい。ということで早速ですが、サイドボードも含めてガチマッチをどうぞ。さあ、こちら先手。悪くはないですね。朝廷から入って、最悪巨人登場からスタートできるということで。さあ、とりあえず赤マナを置いて、ターンを渡していく。相手はまあゼガンサデッキなんで、おそらく、ボロス・ウィノータもしくはナヤクラリオンですかね。さあ、ここもそのままターンを渡してくる。これまあ多分、サイコツの巨人構えてるんで、巨人素出しから、朝廷で殴っていきましょう。これでまあ次のターンにはもう、ウィノータを使っていけるということで、悪くない流れですね。さあ、サイコスの巨人ではどちらも除去ることはできないと。さらにね、これ、朝廷にウィノータが乗って、そのまま能力を誘発できるっていうのが、かなり強いんですよ。さあ、相手は、踏みつけを打ってきましたが、ここどうしてくるか。巨人落とし、これ使ってくれたのはありがたいですね。ウィノータが生き残りやすくなるので。さあ、ということでもうこれはウィノータでいきましょう。ウィノータキャストから朝廷に登場から殴って、そのままウィノータ誘発。お、これはもう歴史化でいきますか。さあ、これで、10点通って残り5点まで。これはもう、かなり先手の利点を生かした試合展開になっていますね。こうなるともう、相手はおそらくナヤクラリオンなんですが、ナヤだとどうしようもないはずですね。このターンウィノータを除去ったところで、ヤスペラが登場して5点分ダブストでね、通るということで。はい。巨人落としプラス、サイコツの巨人ですかね。ウィノータと朝廷をブロックすれば、見た目は耐えていますが、ただウィノータが誘発するんで、おそらくそのまま勝っていけそうですね。さあ、とりあえず、これで3体アタック。はい、これはもう勝ち確ですね。さあ、ケンリス出て、トランプルまでつけることもできると。一応トランプルつけて、二段攻撃で。そのまま、試合は終わっていると。かなり、ブンブンでしたね。OK。さて、問題は、サイドボーディングですね。アクロス戦争はね、絶対、必要かなと。相手も、除去が増えることを考えると、救助犬も、増やしておきたいかなと。レイディーンは基本的には、する対応のカードということで、抜いて OK ですね。あとは4マナ息がパンパンになっていて、基本的にエシカは、対する対でね、強いカードということで、抜きますか。で、後手ということで、マグダも、ちょっと減らして、これでいきますかね。今更だけど、ドラニス入れてもよかったですね。さて、ミド赤。ヤスペラから入って、土地が引ければという感じですかね。ヤスペラ、コブラ。で、土地が引けたらウィノータまで繋がっていくと。さあ、お互いに、とりあえず一旦目をヤスペラを出していくと。赤マナ、踏みつけは嫌だが、はい。ここは踏みつけを持っている。土地引けず、とりあえずヤスペラは除去っていくしかないですが、次のターンこれ土地引けないとちょっときつくなってきますね。コブラから
突引いて救助圏まで行きたいが突引かず、これはさすがにか。次のターン引けなかったらさすがに、まあかなり厳しいですね。さあ相手はしっかりと4マナまで伸ばしていく。クラリオン除去まである。これは無理か。うん、これも突引でも無理ですね。まあ突事故はしゃあなしと。さてまあそのままいきますか。さあ作品2本終わって3本目、これはいけるかな。まあ土地を引ければという感じではありますが、1枚でも土地を引けたら OK。 相手はダブマリですかね。まあ一応火の予言によって、土地を探しに行けるので悪くはないハンドではあるかなと。さあ相手は小道からスタート。歴史家を引いてくる。うん、まあとりあえずコブラからですね。まあ次のターン土地が引けたら、4マナまで使えるということで。さあここで相手は小道を切って平地を持ってくる。できれば、まあ、火の予言を打ちたいのでクリーチャーを出してきてほしいですが絶対踏みつけ持ってますね。お、これはコブラから土地出して朝廷まで出していきますか。まあコブラ1体目は除けられてはしまいましたが、現状そんなに悪くはない、展開になっていますね。あとはもう1マナが引けるかどうか。平地か赤マナであれば、まあ歴史家も出していくことができますね。ここは亭主から、はい。うん、まあ亭主は火の予言で除去っていきましょう。巨人落としでワンドロー。土地引かず、土地引けたらウィノータいけるな。まあ呪文縛り行ってもいいんですが、土地を探しに行きたいので火の予言から行きましょう。まあアドバンテージも取られたくないということで、まあ歴史家を戻しましょう。土地が欲しい。土地引かずマグダか。うん、ここも朝廷に乗って殴りますか。次のターン土地引けたらね、相当有利になりそうな感じですね。まあ最悪マグダ出して朝廷に乗って4マナ目を確保していくという流れになっていきますが、さあ相手はクラリオンから後続があるかどうか。お、ここはそのままターンを渡してきますが土地引かずか。うん、呪文縛り出してもいいんですが、ちょっと展開的にはマグダとヤスペラを出して4マナ目を確定で確保していきたいですね。ちょっとね、2ターン以上突が止まってしまうのはかなりきついんですが、もう1マナ引けてればね、これウィノータでもう即勝っていけそうな盤面ではありますね。ただこうなると、まあ相手はクラリオンで、まあクリーチャーを横並びしていくことができるので、ウィノータからの権利数とかを引かないとちょっとめんどくさくなりますね。あー、マンクダ除去られる。まあ朝廷登場でとりあえず宝物トークンだけは確保していきましょう。これでまあ次のターンウィノータは確定するんで、まあ悪くはないですかね。 3回ウィノータの能力が誘発するということで、さあ巨人を出してきてほしい。うわー、マジか。ここで呪文縛り。ただまあ土地が引けたら6マナ確保できるんで、まあとりあえず4マナ目を引けるかどうか。さあターンもらってここも引かんか。うん、ちょっと土地引かなすぎてきついですね。アクロセンサーでスピリットもらいますかね。クラリオンもらっておいて、
まあ現状呪文縛りを出す意味が全くないということで、クロス戦争しかないかなと。宝物トークンは使いたくないんで、ヤスペラからマナを出してアクロス戦争でスピリットをもらっていくと。まあ一応アクロス戦争第3章解決前に登場させることによって、まあ、タップ状態になってクラリオンを除去することもできますね。土地さえ引ければな。トスキ、ここのトスキは結構強いですね。2ドローは確定か。さあ4点通って残り16からの2ドロー。ただ相手ブロッカー2体しかいないんで、うわー、立ち引かんか。ここまで引かんのはさすがにきつい。ここ引かんか。まあこのターン歴史化無理やり出しても意味がないんで、呪文縛りから行くしかないですね。いやー、ちょっと土地が止まりすぎですね。野獣とスカルド。現状スカルドの決戦の方が嫌ですね。まあすでにマナはかなり伸びているということで、相手は1マナ引くと、決戦もキャストすることはできますが、とりあえず、まあこれチェック入れておかないと、あのアクロス戦争を勝手に解決してクラリオンが戻ってしまうので、誘発で、まあ朝廷にクラリオンを乗せておかないとダメですね。呪文縛り、うん、まあ歴史家は完全に死んでるんで OK でしょう。さあ次のターン土地が引けるかどうか。土地さえ引ければね、全然もう一気に勝っていけるまでありますが、さあクレス戦争の交換によって相手は殴ってくるしかない。まあできるだけ相手のクリーチャーは削っておきたいですね。まあ呪文縛りは人間ということで相打ちさせて、でまあ一体一体ブロックしてできるだけ相手のクリーチャーを減らしていくと。そしてここで、朝廷にスピリットを乗せていく。で、ドローから、お、トシいけた。これいけたっすよ。さあ、クラリオン破壊されて。で、6マナ目確保。からのウィノータ。さあ、これで3回誘発。いやー、ウィノータが出るのが、まあ、なかなか時間かかりましたが。こうなるともう一気に、試合を決めていきますね。お、剣リスまで引いていく。まあこれがナヤウィノータの展開力ですね。現状まあこのターンはね、トランプルがつかないということで、ただこれ二段攻撃あるんでもういってますね。オーケー、なんとか勝利と。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。